はい、皆さんこんにちは。サコログのサッコです。今日はですね、セイバーズ、スリフトショップ、日本語で言うと古着屋さんとかリサイクルショップって言ったらいいかな、のお店に来てまいりました。今日は土曜日でね、週末なんでね、人がいっぱい、パーキングもいっぱい、中でいろんな人がいてとっても楽しいと思いますよ。さあ行ってみましょう。すごい人だね。ジーンズコーナー、こんだけあるってすごくない？でもね、スリフトショップってアメリカでさ、なんだっけ、グッドウィルとかサーベーションアーミーとかあるけど、セイバーズは一番値段高いって言われてんだよね。ただし、ただし物が多い。すっごい物多い。何でも取って引き取ってくれるから。これはドーネーションセンターパンツでしょ。今日はね、黒いパンツを探しに来たんだよね。十分だよ。サイズ的にどうよ。どれ、動きやすいやつじゃないと。こういうのは、いや、そんな顔して、そういう、ダンスじゃないよ、それ。まあ、こう、いいなと思ったら手に持っとき。あとでいつでも返せるから。なんかさ、いいよね、これ見て。ヒッピーな感じ。いい感じ？やばいね、こういうの好き。こう、なんかこう、ほら、このさ、私のお母さんの時代がさ、娘のために作りましたみたいな洋服？なんかすっごい懐かしくない？こういうの。これ、How much?$8.99。高いよね。だからセイバーズは高いんだって。スリフトショップはみんなからのドーネーションを引き取ってお店で売っている。だからお店には何でもある。それなのにサーベーションアーミーとかはこれはダメって断られたことがある。その点ここセイバーズは何でも引き取ってくれるから最高な場所。いいね、これピカピカしてていいよね。あれっぽい、ステージ衣装っぽい。これ$9。これ何？これもなんか暑いけど大丈夫なの？$5.49だって。ダンスウェア、いいよ。でしょ？高いでしょ？だからここは他のスリフトショップに、病院に比べたら全然値段高いのよ。それに比べてさ、グッドビューとかサーベンシャーミーってさ、全部さ、値段が貼ってあるんじゃなくって、こうじゃなくて、知ってるというのか、色のさ、こういう丸いのがピッてこう貼ってあるわけ。ピンクとか青とか。で、それによってさ、曜日によって値段が安くなったりするんだよね。ねえ、これ微妙にさ、形違くない？これこういうもんかな？これこういうもん？それともひん曲がっちゃったもん。で、色もついちゃってる。$10.99だよ。そんなのさ、60sっぽいよね。牛乳温めますみたいな。トルティア？これ。でもこれ$9.99安くない？こんだけでかいんだよ。ちょっと欲しくないけど。意外にこういうの高いからね。昔はさ、スリフトショップって言ったらさ、それこそみんな日本人の奥様たちが好きそうなさ、ファイヤーキングだ、なんだって。それこそもう20年ぐらい前かな。いっぱいゴロゴロあったらしいんだよね。やって。早いね。なんぼ？以上、$16.52かな。セイバーズのシニアデーは火曜日 30% オフ、60歳以上。そして断捨離したい人はここに持ってくるのをおすすめ。せっかくなのでスリフトショップだけではなく古着屋さんにも行ってみた。セカンドストリート。セカンドストリートは日本の会社、アメリカに進出したのは2018年。結構するんだね。ここは高級ブランド品がずらっと並んでる。759、あれが759だって。こんなの379だよ。クッションディオール$99。はい。ちょっとごめん。ここユーズだよね。ここ確かユーズよね。ちょっと全然違う。$10とかだから。私も思った。まあでも一応ね、ブランドだからね。この辺でもしっかりもうさ、もう無理。こんなの来たら肩こっちゃって。重い。本当重い。まあこういう、私結構こういうさ、なんかちょっとほら、かわいいよね。新宿の東和会館を思い出す。みたいなさ、$19。そう。19払うんだったらね、おニューがいいんだよな。
なんか昔こういうの流行んなかった？引っかかっちゃってるけど。なんか懐かしいこういうの。あと意外にこういうの軽くて良かったりするんだよね。ちょっと好きかも。もこもこ、かわいい。でも、いくらよ ?39ドル、90。39ドル、00。かわいい。ここ、ビトンのベルトなんか絶対、買ったらもう何百ドルコース。これで300ドルだからね。これ全部するの？50ドル。これで。いらない。本当にいらない。本当にノーサンクスだよね。いりません。59ドル。なんだかね、いまいちピント来ないね。私があのスプリームって書いてさ、これ多分塗ってあげるみたいな。パッチも本当こんなの79ドル。嘘でしょ。ほら絶対私塗れるよ。これスプリームでしょ。スプリングね、こんなのがどうして普通の T シャツがさ、これで59なの？わかんないよ。でもうババアの息だよね。わ、もうイチャモンつけてわかんねえよとか言って。はい、ここはセカンドストリートの前にあるアップタウンチープスケートという古着屋さん。なんと全米で1000店舗以上もある。セカンドストリートは高級ブランドの商品が多いけど、こちらはもう少し安いブランド、そして無名ブランドの商品も置いてある。お値段もとっても良心的。お店で買い取りもしてくれるので、大量の洋服を持ってお客さんがやってくる。お店のテイストはどちらかというとヒッピーっぽいかな。こういうのさ、昔流行らなかった？これ、めっちゃ流行った気がする。この辺なんかさ、もうなんかあの、なんつうの？こういう柄とかもさ、ヒッピー時代の、うんね、めっちゃ可愛いやつ好きよ。でももう履ける勇気はない。可愛い。可愛いけどね。いや、ちょっと面白いもん。可愛いもん見つけちゃった。ライム。ここはでもさ、おしゃれな古着じゃん。セイバーズはさ、セイバーズはどっちかっつうと、普段着の、こう、使い回しみたいな。こっちはちょっとおしゃれな感じの使い回し。ああいう、ほら、ああいう人が、フォレンスにいるんだね。一個レベルが低いブランドじゃない？この辺、オレンジいいな。ちょっといいね。ポーチも可愛いよ。これ、トリーバーチじゃん。あそこのメーカーだな。こういう感じ？なんか、アメリカのクリスマスはアグリーセーターは必須アイテム。ポケットこれ。かわいい。スヌーピー好き。うん、これかわいい。ハウマッチ。5ドル99。もう、ブランドには買いたくないじゃん、これ。おう、9ドル99。あ、いいね。もう、何これ、おっぱい隠すの？こうやって。ほら。お腹出ちゃうんだよ。かわいいカバン。ケイトスペイ。54ドル。もうね、こうやって持つこと自体はしなくなりました。こうやって。で、これもかわいい。20ね。ってとこだよね。ベルサーチ。綺麗にしてるけど、すっごい重いよ。あ、これプラダ。99ドル。かわいいね。プラダっぽいよね。何センチ上がってる？これぐらいで10でしょ？ 15 ぐらいはいくかな。ここ、上げ底もいいとこじゃん。これも何？ベルサーチだよ。699ドル。すごい。ほんとほら。箱にあるよ、ほら。ベルサーチよ。まだ、こっちの方がいいな。グッチの。299。これ？かわいいね。
イタリアンカラーだな、うん、バタフライがついてるやつ、うん、あっちの方がいいな、ルイ・ヴィトン399ドル。これか、これ何、全部売りに来たのかな、何こんなにいっぱい。断捨離したいけどブランド品どうしようって思ってる人、ぜひこういうところに持ってきてみてはどうでしょうか。今回もご視聴ありがとうございました。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。 See you soon!